ソウル連合ニュース、韓国軍合同参謀本部は28、北朝鮮が同日午後4時59分、東部の環境南道、連裏から、朝鮮半島東の東海上に、超大型放射砲、多連装ロケット砲とみられる、短距離の飛翔体2発を発射したと発表。2発は、 約30秒間隔で発射された北朝鮮がこれまで3回行った試験発射で成功しなかった連続射撃に成功したものとみられる。合同参謀本部に発射された飛翔体の飛距離は最大約380 高度は97キロに達したと、韓米の情報当局が分析を進めているという。北朝鮮が飛翔体を発射したのは、先月31日に、中部の平安南道、順川付近から東海に向け、超大型放射砲と見られる飛翔体2発を発射して、 以来、今年に入ってから13回目の飛翔台発射となる。先月発射された超大型放射砲は、最大高度が9、最大飛距離が370キロだった。今回の4回目の発射では飛距離も高度も前回を上回る合同参謀本部は、我が軍は追加の発射に備え、 関連動向を監視しつつ、即応体制を維持しているとし、このような北の行為は、朝鮮半島の緊張緩和の努力に役立たないと批判した。また、北朝鮮の飛翔体発射に対して強い感を、軍事的緊張を高める行為を、直ちに中止するよう求め 北朝鮮は今月23日にも南北軍事境界線に近い南西部、黄海南道の少林島で、金正恩、ジョン・ウン国務委員長、朝鮮労働党委員長の死、海岸砲の射撃を行うなど、挑発を続けている北朝鮮が飛翔体を発射したのは、 新型兵器の性能試験という目的が、米朝関係や南北関係が、膠着状態にあることに対する不満の表れとの見方も出。<noise> yna.co.kr